関西テレビの鈴木です。よろしくお願いします。まあ、先日 の党紀委員会を開くっていうのの話なんですけれども、またちょっと新たな動きとして、その東京維新の会が、まあ、新たな上申書を提出をし、で、まあ、そこでその処分を求められている足立議員も、もう反訴のような形で、上申書を提出しているという状況になってます。で、それぞれその処分を求めているのが、党紀規則4条の8に基づく処分っていうのを、まあ、それぞれ求めてるんですけども、これは除名のことさ知ってらっしゃるのかどうか。4条の8ね、みたいです。ちょっと確認します。はい、で、まあ、そうであるならば、そのお互いがそういうようなものを求めている状況にあって、で、党紀委員会が開かれるときには、両方の処分を求める、両方をそのテーブルに載せるのか、あるいは当初の通り、その足立議員の側の処分についてのみテーブルに載せるのか、このあたりはどういうふうな整理になってますでしょうか。まず、現時点で言うと、3回、この東京維新から上申書が出て、でおっしゃられるように足立議員から、まあ、反訴のような形で、上申書が提出されているという形です。でその上で今すでに党紀委員会は始まっています。東京維新の会に対する事実確認というのがもうすでに先週行われました。で今週末に足立議員からの聴取を受けると、まあ、弁明の機会ですね、で受けると。で改めて言いますけれども、党紀委員会は処分をするということを決定した上で開かれるものではありません。だから処分を前提にしているものではなく、党紀委員会の権能として幹事長が諮問したら、それをまあ調査したり事実確認をするという権能を有しています。まあ、ですからその事実確認、事実認定をまあ受け負うという形で委託するのが党紀委員会なんですね。でその上で今それを諮問するかどうかの裁量権は私にあります。で、まあ、お互い除名、しろと言い合ってるということですね。まあ、言い合ってるというか、まあ、言ったことに対してそこまで言うんだったら、あなたたちの方がそれに相当するだろうという、まあ、ご主張なんだろうと理解してますけど。ありがとうございます。先週の幹事長の説明でですね、まあ、そこでその話題になっているその選挙期間中に機関紙を配布した云々の話なんですけども、幹事長は先週選挙管理委員会や総務省に確認をして、まあ、適期法の範囲内でやっているという説明でしたけども、その確認というのが通常行われている方法で配布したかどうかっていうのがまあ焦点になってるんですけども、その確認の時に、まあ、例えばその配布している人数であるとか、配る枚数であるとか、なんかそういった具体的なものを指し示して、確認をしたのか、あるいは概念的なものを確認したのか、このあたりどういう確認だったのか教えてください。これ私直接やってるわけじゃありませんが、おそらく概念的なものと認識してます。例えば選管が個別事例で、例えば通常は何枚だったから今回何枚なのでどうですかっていう合否を出すということは考えにくいというふうな認識でいます。いわゆる役所対応としてという認識でおります。まあ、ですからこういうこの政治活動の幅をどこまで広げていくかということは、あくまでその個別事例で概念を整理して、でそれを個別事例に当てはめて、そして我々がどこまでの幅でやっていくかということを意思決定して進めていくというのが、これ当たり前の所作でありますから、まあ、そういった方法で党本部の法務員、法務担当やまたは、それぞれの担当者が確認してくれているというふうな理解です。まあ、選挙の期間中にまあ、いつも配布をしている機関紙に、まあ、その政治活動用のビラとして、使われているその、日本維新 その機関紙にですね、その候補者の名前と顔とが載っているものをまあ配布している、まあ、これは機関紙なんで普通にあることですけれども、それについてその、まあ、いつもと違う特別な体制でたくさんの人がたくさんのところに参った、これ通常の配布とは違うんで問題があるんじゃないかみたいな指摘がまあ党内であって、なんなら SNS で書いたりとか、しているような事案がありましたけども、この件についての幹事長の見解はどんな感じなんでしょうか。これ、まず一つここだけ申し上げたきというのは、東京市の選対本部である本部長の柳瀬さんや、また東京市の代表幹事長や
そういった関係者が独断でやったことではありません。まず選対本部長である私が責任者であり、選対本部とそれから本部事務局、これ法務担当もいますから、法務担当が活動の幅を広げるという意味観点から、政治活動におけるその許容の幅を、まあ、かなりこの調べた上で、考えてきたというのがこれが事実であります。でそれはその発信をされたご当人にも、私も浦野選対本部長代理もそれから東京維新から申し上げています。でその上でどうやって進めてきたかというと、選挙管理委員会それから総務省に法的な見解を確認しながら、そして自分らの実動と仕込み方、またはと、当該選挙区においてのとか、または当該、東京全域でのまたは全国での我々のこの活動なんかを当てはめながら、適法の範囲内ということを確認しつつ慎重に進めてきたという形であります。今日ね、ちょっと予算委員会とかもあって、その委員会の動画にしなきゃなって思ってたんですけど、こっちの、ちょっと私のね、マイブームになってる話をまたしていきたいなと思っております。はい。予算委員会の話も大事だったんですけど、まあそっちはね、いろんな動画が出てると思うんですが、まあこの、いわゆる、足立康史 VS 音喜多駿をね、ここまで何回も取り上げてるのは私ぐらいしか多分いないと思うんで、まあ、ちょっとこれ皆さんも関心高いということですから、また、話をね、ちょっと追加で出ている部分について、していきたいなと思います。本題に先立ちまして、チャンネル登録よろしくお願いします。あと明日メルマガの配信を予定してまして、はい。今週はアナキズムに関連して、まあ、その自己責任論っていうのが、どういう歴史的経緯で、生まれているのかに対して、まあ、一つ示唆的な議論というのがありますので、まあ、ちょっと黒ポトキという人の紹介をしようかなと思っています。まあ、興味があれば登録してみてください。土曜日に関連して解説の配信もする予定になってます。で早速ちょっと本題に入っていきますが、まあ、例によってですね、藤田文武さんの会見というのがありまして、で、例によって、まあ、官邸の鈴木さんが、まあ、この記事について唯一と言ってもいいんですけど、いつも質問しているのを、ちょっと今日僕も拝見しました。はい。で、ちょっとね、ツイッターとかね、見てない人とか、この件僕みたいにずっと見てない人って多分全然話ついていけてない人もいるかもしれないんで、一応、振り返りをしておきたいなと思いますけども、まあその東京15区の補欠選挙で、音喜多さんがあるビラをね、配ってましたと。で、その機関紙なんですけど、公職選挙法では、その選挙期間中に、まあビラを配布していい時間と、その証紙っていうのをちゃんと貼って選挙管理委員会認められたものしか配っちゃダメみたいな、結構ガチガチなルールがあるんですけども、その機関紙だからセーフみたいな、こうルールをハックしてやったぜみたいな感じで、音喜多さんを中心に東京維新の会が、まあ、15区の補欠選挙でそのいわゆる朝8時より前の時間帯とかに、まあ、機関紙を配りながら事実上実態上選挙活動じゃねえみたいなことをやってましたっていうのが、先日来、まあ、話している話題の、まあ、大筋の概要ですね。でそこの中での、まあ、一つ大きなエッセンスとしては、その僕らみたいな人が、おい、音喜多、法律違反じゃねえのかということを言ってるんじゃなくて、党内構成員である、いわゆる足立康史先生が、いや、これは法律違反の可能性があるから、ちゃんと確認した方がいいよという話をして、だから、それになんか逆ギレした音喜多さんと、まあ、柳瀬さんもそうなんですけど、足立康史を除名にしろという、まあ、上申書をね、内々に、まあ、提出してたんですよね。で、上申書自体は、後に、まあ、リークされる形で出しているということがバレですね。で、足立さんが、まあ、それに気づいたタイミングで、いや、なんかこんなレベルの低い上申書出してくんな、みたいなこと言ったら、音喜多さんがさらに怒ったと。で、まあ、足立さんがね、その選挙違反、その法律に触れるんじゃないかみたいなことを選挙中に言ってたのを、まあ、馬場さんにたしなめられて、選挙中黙ってたんですよ。選挙終わった後にまた、まあ、ある種蒸し返すような形で、音喜多、柳瀬を含めて、まあ、法令遵守意識が低い、まあ、国会議員がいるみたいなことを言ったと。で、
また蒸し返してる、後ろから味方を撃つ行為だって言って、2回目の上申書を音喜多さんと柳田さんが出しましたと。で、足立さんの言い分としては、まあ、それを言った理由が、音喜多柳瀬がもう一回上申書出すみたいなことを言ったからだ、なのに、なぜか音喜多さんと柳瀬さんは、足立がまた蒸し返してきたから除名にすべきだみたいなことを言ってて、まあ、これ僕もね、当初聞いてびっくりしたんですけど、その音喜多さんと柳瀬さんの上申書のね、2回目の根拠って、その上申書を書こうと思ったタイミングより後に足立発言があるのに、なんかその後に出てきた発言を上申書に入ってたりするんですよ。根拠が未来から来てるんですよ。はい。これむちゃくちゃでも、その除名をする気満々。この上申書、二つ目の上申書にはね、なんて書いてあるかっていうとね、口頭注意を受けて選挙期間中は足立議員により不適切な発言が抑制されたと書いてある。赤いとこね。その次、しかしながら、衆議院補欠選挙が終了直後の4月29日、足立議員はまたも、違法意識の欠如などと、東京15区補欠選挙において不正があったことを示唆する内容を公然と SMS に投稿し、東京維新の執行部には二度とこうした現場で頑張る特別党員や党員支持者を不要なリスクにさらすような間違いを犯すことがないよう改めてお願いしたいなどと、東京維新の会を名指しして批判する発言を行った。だから除名だと言ってるんですよ。でもね、繰り返しますけど、さっき私が言った、27日のマイク納めの後に、音喜多さんが一般のボランティアの方に伝えた、もう一回上申書出すよと言った時は、これまだその2日後なんですよ、これ。わかります？音喜多さんが2通目の上申書を出すと一般の方にリークをした。リークですよ、そんなものね。内部の秘密ですよ、こんなものは。内部の秘密を一般のボランティアにリークをしたのが27日の夜ですよ。で、私がこのツイートしたのはその2日後ですよ。で、最終的に出てきた上申書を見ると、この2日後のことが書いてあるんですよ。けしからんと言って。なんか時系列分かった？おかしくない？で、足立さんがまあ暴れ始めてですね。で、なんで暴れ始めるかって言ったら、もう馬場さんとか藤田さんがなんかある種除名を 示唆するようなことを言い始めたからですね。記者会見の方で先週ですけど。で、まあ足立さんがわわわわ言って、まあ音喜多は社会人としてもうやっていけるレベルではないみたいなことを言ってたら、また3回目の上申書が出てきたんですよ。はい。上申書何回書くのお前らって話なんですけど、まあ、上申書が3回目出てきましたと。これで、それがこれですね。はい、柳瀬さんと松本さんっていう人で、で、音喜多さんがでも、正確には、まあこれ後ろにいて、名前を出さずに除名しようとする、まあ非常に汚い人間であるということがわかるわけですけど、まあまあそういうことを言ってると。で、まあこれ、足立さんからね、またこの文章も、もうレベルが低すぎると。恥ずかしすぎると。この文章を世に出ることこそが、日本維新の会にとって名誉を毀損する行為だみたいなことを、まあ言ってたらぐらい、またまあ、ご批判をされているというのが、経過なんですけども、まあ、ちょっとこのな細かい内容についてはね、ここでは取り扱いませんが、まあ、音喜多さんとか柳瀬さんは、足立がね、完全に事実無根で僕らを貶めようとしていると、早く除名しないといけないと、もはや足立康議員と政治活動を共にすることは、極めて困難であると言わざるを得ないと言ってて、で、これ今日、官邸の鈴木さんの質問で明確になった点をまずちょっと最初に触れとかないといけないんですけど、この党紀委員会のこの規定っていうのは、イコール除名だと、やっぱり。音喜多柳瀬はもう除名以外の処分を求めてないんですよ。なんかその厳重注意とか、党員資格停止とかじゃなくて、もう足立を絶対に除名しろということで、処分の裁量を許さないような上申書を出してると。で、先週あった通り、馬場さんが言ってた通り、馬場さんはね、その普通の会社だったら、足立のやってることは懲戒免職だって言ってた通り、まあ、ある種粛清を匂わせてるわけです。まあ、足立さんもあんだけ言い放ってるんで、まあ、このまま行って逆に粛清されないとって、なんか、維新の中で居場所はあるのかっていう問題は、まあ、あるんですが、馬場さんも、まあ、それとなく粛清を匂わせてるわけですよね。で、藤田さんの話で、まあ、除名というのを前提とした、ある種の上申書であるっていうことが分かりましたっていうのは、今日ちょっとまず、
一番大きな点として皆さんに紹介しておきたいというので、ちょっと冒頭の映像を見てもらったんですけど、で、もう一個これ重要な点があって、やっぱり藤田文武嘘ついてたなと思いますね。これ僕先週言ったんですけど、千代さんとのね、ライブでも出てましたが、この大時田さんのいわゆる、法の、法をね、かいくぐってやったぜ、みたいなこと言ってるのが、いや、かいくぐれてねえよ、違法だろう、みたいな、まあ、話になってるんですけど、一応その維新側のロジックとしては、行政に確認したと。しかるべき場所に確認して大丈夫だということを確認した上で、やってるからセーフなんだっていう、お墨付きをもらってるっていう言い回しをしてたんですよ。はい。で、その時に、いや、官僚って一般論でしか言わないのに、そんな大丈夫だみたいなお墨付きとか与えないでしょって言ったと思うんです。で、これたまたまその翼の党が逮捕された件で、ちょっと千代さんとも喋った時の動画見ていただいた方だと覚えてると思うんですけど、翼の党もね、あれ逮捕されてますけど、総務省とかに確認して大丈夫だって言ってたんですよ。はい。で、これ、なんで大丈夫だって言われてるのに、これは逮捕されたりね、違法な可能性が出てくるからっつったら、それは当然、自分たちが違法じゃないですよって言われるための質問をしてるケースもあれば、官僚自体が一般論しか答えなくて、個別具体的に見ていったら、その自分たちが聞いてる質問じゃない箇所を問題視されて、摘発されるっていうケースもあるからですよね。で、藤田文武さんの話、ちょっと今日僕もびっくりしたんですけど、なんか先週よりはっきり言って距離感空いてて、なんか概念的な話しか返ってこないっていうのは重々承知してるって言ってたんですよ。先週、いやなんか、確認して大丈夫だみたいなこと言ってたんですよ。これ私直接やってるわけじゃありませんが、おそらく概念的なものと認識してます。例えば選管が個別事例で、例えば通常は何枚だったから今回何枚なのでどうですかっていう合否を出すということは考えにくいというふうな認識でいます。いわゆる役所対応としてという認識でおります。どうやって進めてきたかというと、選挙管理委員会、それから総務省に法的な見解を確認しながら、そして自分らの実動と仕込み方、またあと、当該選挙区においてのとか、または当該、東京全域での、または全国での我々のこの活動なんかを当てはめながら、適法の範囲内ということを確認しつつ慎重に進めてきたという形であります。今週ちょっと若干交代してて、なんか自分自身がまず確認したわけではないみたいな距離感を取りつつ、なんか他の人が聞いて、概念的な話を聞いただけだみたいなこと言ってて、結局それお墨付きないじゃんって話になるわけですよ。これね、なんかね、全然言い回し変わってますね、先週と。で、これ藤田文武さんは、先週の段階で、僕これ言いましたけど、これ、おときだ法ハックビラーは、維新の執行部、藤田さんが主導でこれやっていいって言ったっていうことを言っちゃってるんですよ。これ深刻でね。はい。これね、おときた粛清だけで終われないというか、その法令違反の疑いが高い。ないしは、スタッフをね、危機にさらすようなことを積極的に行う人間が幹事長をやってて、そんな人間がガバナンスって言ってるんだったら、いやもう早くやめろっていう話にやっぱなっちゃうんですよ。これね、藤田さんの先週と今週とでのね、やっぱ違いというのは皆さんもね、ぜひ知っておいてほしいというか、このなんか後ろめたさがある中で、足立粛清という判断をしたらね、それはちょっとなんかいろいろ禍根残りますよね。僕はもう、どっちにしても足立さんは維新に居場所ないかなと思ってますけど、もうこの間にいろいろ言ってるんで、馬場さんも、藤田さんも、おときださんも、柳瀬さんもね、もう維新の幹部大体もう、ボロカス言い尽くしたんで、まあ、ある種居場所はなくなりつつあるのかなっていう気はしますけど、安さんも上申書出してるらしいんで、まあ、ちょっとこのあたりはね、注意深く見ていければと思います。もうこれ、安達さん処分する理由ないですけどね、普通に。法令違反の疑いがあるんじゃないでしょうかって聞いて、味方は後ろから鉄砲で撃つな、粛清だって言ってる代表とかね、幹事長とかね、やばいっすよ。で、上申書3回も書いてる政調会長でしょ？むちゃくちゃですよ。はい。っていうことで、いろいろ話してきましたが、まあ、ちょっとこれ最後、おまけで見てもらおうかなと思います。それで、まあ、岡田さんのガバナンスについておっしゃってたの、私、岡田さん結構なんか昇進、あまりにも昇進すぎて、なんかごてごてになってるな、問題の先送りになってらっしゃるなっていうところがやっぱり目立つと思うんですけども、一方藤田幹事長はですね、堀田さんの質問をとりあえず先にやっつけようということで、問題の先送りをしないという姿勢がよく分かりました。そこでちょっと質問なんですけども、
やっぱりですね、維新さんやっぱ 細かいというか大きな問題というよりも細かいなんか内部の分裂とかなんかそういったところのなんか本当に些細なような問題がちょこ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 出てくるということは、これは何が原因だと思われますか。これだけやっぱりですね、幹事長頑張ってらしてですね、党内のガバナンスを引き締めていらっしゃると思うんですけども、なんでこういうふうな問題が出てくるのか。それがですね、例えば2歳児3歳児だったら分かります。あちこち行ってですね、わけのわからないことしてくるっていうのは分かるんですけども、まあいい大人の、まあ言ったらいい大人過ぎたおっさんがですね、こんなことなんかどん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 やっていくっていうのはちょっとですね、国政のレベルとしてはちょっとまあこういったらなんですけど、お粗末じゃないかなと思うんですけども、このあたり幹事長はどういうふうに捉えていらっしゃいますでしょうか。安住さんがおっしゃるようなご指摘は私もさまざまなところから受けておりますし、一つ一つの事例について私も報告を受け、その適正性というのをまあ判断しているということでありますから、まあ、全体としてまあ少し多いんじゃないのと、情けないんじゃないのというご指摘については真摯に受け止めたいというふうに思っております。でその原因は何かというと、まあ、これは複合的なものだし、まあ、一言で申しますと、まあ、我々の成長期にある政党の、まあ、荒さ未熟さというものが、まあ、そういう形になって表に、まあ、出てしまっているということだと思います。だからそれについてはずっといつも申し上げているように、まあ、一つ一つの事例にちゃんと向き合って、党内の、まあ、例えば党規やまたは規則、まあ、こういったことに基づきながら一つ一つに対応真摯にしていく、そして改善策を考えていくということでしか、まあ、国民の皆さんの期待に応えられないかなというふうに思っています。国会議員団も、私が初当選したときは衆議院は11名でしたが、今衆議院は41名、そして地方議員は私が幹事長になったときは400名、今は足元800名強という形で組織が急拡大しています。でその中で指導役になるような熟練のこのベテラン議員というのが少ない中で、地方組織をしっかりと強化していくということを打ち出して、まあ、地道に特に選対本部が直接手をかけ目をかけてやっているところであります。ただし、まあ、なかなかきめ細やかな日々の指導というところまでは、まあ、物理的にも難しいというのがありますんで、これは徐々に徐々に、まあ、苦しみながら、そして一つ一つ乗り越えながら成長していくということを、まあ、皆さんに決意を申し上げて、まあ、その姿勢を見ていただくということしかないかなというふうに思います。で、まあまあ、これ安住明子さんがね、まあまあ、質問をね、別でしてたやつなんですけど、維新ってなんかこういうの多いですよね、内紛っていうのは。その国会議員レベルだけじゃなくて、最近だと、三崎真紀さんっていう人のね、パワハラとかで、地方議員の人とかスタッフの人が、こう、被害を訴えたら、むしろ被害を訴えた側が複数名パージされたみたいなこともあって、あと長崎では、長崎維新の会ね、地方議員3人生まれたのに、全員いなくなったみたいなこともあったし、はい、いろいろ、こういうことが続いててっていうことを受けての、まあまあ話で。で、まあまあ、岡田克也をね、その前段で、まあすごい叩かせてたんですよ、安住明子さん。その梅谷守の公選法違反の件あるじゃないですか。あれ、岡田さん対応完全にミスってると思うし、今まで何やってんのって感じなんで、まあなんかこういうね、チャンスでこけるのがやっぱり立憲民主党なのかなと、まあ思わされますけど、それはともかくとして、藤田さんがね、まあ、これに対してどう答えたかっていうところが注目なんですけど、こうなんか、ベンチャー政党だからみたいなこと言ってて、それいつまで言うのって感じでしょ、もはや。いやもうなんか、結構経つよ、みたいな。できて、みたいな。維新結構経ってますよ。で、なんかその、できたてだから許してくれみたいなんて、結構橋本スピリッツの時からずっと言ってて、その、もう、かれこれね、15年以上経ってますからね、一応政党の原型ができてからで言えば。うん、で、僕が、維新のね、これなんで不祥事が多いのかっていうのは、議員報酬の削減っていうのが良くないんだと思いますよ。やっぱね、貧すればドンするって、僕はあるゼロではないと思ってて、なんかその、ね、地方議員とかだと特にそんなに給料も高くない中で2割3割ね、カットしていったら、それは生活相当厳しいですよ。で、まあ世の中的にはね、やっぱり報酬という名前がついてるんで、あれですけど、実際にはね、その秘書の人件費払ったりとか、事務所の費用払ったりとかっていう意味で言うと、売り上げですからね、議員報酬、議員歳費っていうのは。多くないですもん。で、その多くないのに自分たちを締め付けるようなことをしてると。で、これ関連して僕、昔なんかって言いましたけど、
これに関しても、アドちゃんがね、昔いいこと言ってて、ちょっと僕、そのツイートがね、今ちょっと掘り返して見つからなくて、僕の過去の動画に掘り返したら出てくるんで見ておいてほしいんですけど、そのアドちゃんはね、なんか、支援者の人から、なんか、その議員報酬が高すぎるとかね、いろいろ言ってるのに、なんで寄付を募ってんだみたいなことを言われると。確かにそれはもう対応としてね、その一貫性がないと。だって、その議員報酬が高すぎてね、有り余ってるくせに、なんでそんな寄付ください、寄付くださいってなるんだって、これは本当にね、筋が通ってるんですよ。その寄付とか募らなくていいはずなんですよ。議員報酬高すぎるんだって。もう全部それで事務所回せばいいんだから。実際にやっぱそうではないわけですよね。ある種、だからパフォーマンスとして議員報酬の削減っていうのをやってるから、実際には多分相当苦しいんですよ。で、お金持ってる人とかは別ですよ。で、お金持ってないような人っていうのは、例えば特にね、地方で公認する人とかっていうのは結構多くて、はい。まあまあ、そういう感じで、なんか、すさみやすいんですよね。まあ、大阪でももちろん不祥事は出やすい政党ですが、地方でもやっぱ多くて、地方ではね、どっちかというと不祥事も多いですが、こう、党の方針に従わない、いわゆる議員報酬の削減とかに従わないとかっていうので、飛ばされたりとか、多いですけど、まあまあ、いろいろ話してきましたが、僕自身はね、まあ、それをやっちゃうと、もう維新自体なくなっちゃうのかもしれませんが、議員報酬削減っていうのをとっととやめた方がいいよっていうふうには、まあ、思いますよと、ということをちょっと申し上げてね、今日の話は終わりにしたいなと思います。ご覧いただきましてありがとうございました。